はい、日々の哲也です、ドリフトドライブやってます。あなたは？塚本奈々美です。はい、弟子やってます。今日は YZ に来てます。で、前回チェック走行しました。したらね、いいことになりましたね。うん、車いいんだね。いい感じ。はい、なので今日は単走でも走れるということで、追走できればやりたいなと思います。まあね、朝一からのウォーミングアップがてら一人で走ってもらって、はい、追走できると思います。できるといいですね。全然元気ねえし。まあ、とりあえず朝一、フロント HQ、185、165、165、165、165から195の4514のフロント帯に変更してみる、チェックもしてみるって、はい、どんなイメージ？なんかフロントのグリップが良くなって引っかかってくれるといいな。そうすると今度車の動き速くなるし、うん、引っかかりすぎるとハンドル重捨てだからもっと重くなったら、ちょっと女性の力でどうなるのかがそこちょっとまだ分かんない。まあそうだね。だからあまりもね、ハンドルが重すぎるとちょっといろいろと不具合出てくるから、そういう操作もできないしね。シフト操作とかサイドの時に片手で抑えられない、ちょっと良くないんで。あらあら、その、単走しか使えないんだったら、ちょっとトータルで使えないかもしれないし、まあまあ、その辺ちょっとテストしないと分からないんで、はい、テストしてみましょう。はい、いってみます。はい、準備完了した。はい、とりあえず練習してからの1日空けて1本目。なんでプレッシャーかけるの？いやいや、ここの一発目の入りってすごい大事だと思うよ。これが大会だったらね、本当に短い練習時間の本当に1本だから、ここら辺の集中力ちゃんと高めて、前回のいいところをすぐに出せるような、でも前回さ、めちゃめちゃ最後いい走りになってるから、まあ、今回一発目、とりあえず、まあ、テストとしてね、165の5515っていうタイヤ今入ってるから、それで、まあ、一応その何周かしてもらって、すぐに1954514にフロントタイヤ交換するから、今からね。それで、まあ、どういう感じになるのか、いいのか悪いのか、良くなってもなんかこうね、ハンドル重いから厳しいなだったりとか、そういうちょっとこう使いやすさと、まあ本当にフィーリングっていうのをちょっとテストとして試してみたいと思いますので、とりあえず165の515、はい、行ってもらっていいです。よろしくです。一発目どうだった？一発目からなんとかいけました。ああ、ほぼね。なんかやっぱね、切れ角がね、あるから、自信持って1から2の返しとか、鋭い振り返しに見えたけど、どう？そうだね、前の車とか前の足、本来だったら1から2に振ってこう着地するときに切れ角がないとこスピンしたりとか、2から3が3の角度のまま4入りたいから、そうすると結構深い角度で行かなきゃいけないんだけど、結構それでスピンする車が多くて、私も2本目が自分の中で一番良かったんだけど、あの時に3で振り返してスピンするかなと思って待ってたら踏ん張ってくれたから、この車はスピンしないんだなっていうのが分かってよかったなと思って。フロントのグリップ的には別に足りてないわけじゃない？フロントは私の好み的にちょっとこの、切った時の伝わってくるのがちょっと薄いかなっていう感じ、だから、まあ、
ちょっとこう反応してくれるまで待ってあげないといけないみたいな、うん、っていうのがあって、リズムがやっぱり良くない、気は気持ち悪い。私の運転だと少しこう遅いのかな、振り返しが、うん、それがもうちょっと速くなるのかなって期待して、まあ、まあ一回もうこのタイヤがねこれなんですけど、はい、わかるかな、165515、はい、1954554がこんなに、はい、高さが違うんですね、はい、なので車高がだいぶ下がる、はい、わかるよね。で要するにそのこれの場合はやっぱりね、当たり面がもう本当に少ないからグリップがねほとんど、うん、取れてないんだけど、こっちの場合はね広くなるからちょっとね、はい、変わってくると思います。で車高も下がるから、あのね前荷重になっちゃうから、それでねちょっとフロント荷重だから、まあハンドル効きやすくなるし、ちょっと重くなるかもしれないっていうところが心配かなっていう。まだ車高下がるから、その縁石とかまたぐときにもちょっと気をつけないと、うん、オイルパー当たったりするし、その辺ちょっと注意しながら走ってみましょう。はいはいはい、ちょっと分かりにくいですけどフロントの方がちょっと下がってる感じです。はいはい、とりあえず、はい、195454、はい、うん、さっきとだいぶ違うかもしれないので、はい、インフォメーション教えてください。はいはい、行ってください。変わるのは早くなったので、すごく次の操作に対して時間の余裕がある。だから1コーナーさっきのタイヤまでは、あの向きが変わるのに時間かかってたから、慣れてない 3.5 から3に入れるのがちょっと時間が短くて慌ててたのが、向きがすぐ変わる分結構余裕を持って3に入れることができたのかなと思って、1から2とか2から3の振り返しもフロントがしっかりこう入ってくれるから早くなったは気がする。ただ少し粘りが強いから、粘り、うん、なんかその分ちょっと車を邪魔してるところが若干あるのかなと思って、もうちょっとエア張ったらどうなるのかなっていうのは思いました。ハンドルの重さはどうなの？ハンドルの重さは気にならなかった。気にならない、ちゃんと加速体勢でリアに荷重がかかってれば全然私女性でも動かせるぐらいの軽さになってるから、そこは大丈夫。それは片手でも運転できるの？うん、結局リア、その追走の後ろだとね待たないといけないとかいろいろとね忙しくなるんだけど、その時にサイドとか使う場合片手運転になるんでしょ。それでもいけそうなのかどうなのかっていう話。いけると思う。あ、そう。なんかすごくこうフロントタイヤを温めるときにブレーキかけたりどうのこうのとか、最終コーナーのブレーキは確かにすごいグリップしてる感じがするんだけど、左右に振るときに関しては別に重たくて片手じゃ持てないってわけではない。まああとそのまあ何種かしたけど、タイヤのタレとかどう？タイヤのタレは今のところは私は気にならない。一回エア貼ってみてテストしよう。はい、じゃあいや入れます。はいはい、今ね
フロントタイヤをプラス1キロ、はい、してみました。どう変わるのかチェックします。1キロ足しどう？1キロはちょっとやりすぎかなと思います。なんかタイヤの美味しいところがなくなっちゃう、半減しちゃうなと思ったので、グリップが下がったってこと？あのタイヤがこう結構動くようになったのと、グリップはもちろん下がったので、ちょっと上げすぎかなとは思った。じゃあ真ん中？真ん中を1回やってみたい。じゃあ次は初めが 2.2 で、次は 3.2 で、次は 2.6 かな、そのね。はい、やってみましょう。塩梅だと思う。邪魔もしないし、適度にグリップするし、私はやっぱこのぐらいが好きかなと。 2.5 から 2.7 ぐらいの間が好きかなと思った。ただ2個のあの最終コーナーの手前の大きい縁石とか、あの辺ちょっと心配だから、どうしようかなってなります。その辺車高上げたりする必要があるかも。フロントも上げてね。はい、今日はどうでした？車調子いいね。車調子いい。うん。めちゃめちゃいい。何が一番今日の気になるというか、いいポイント？素直。車が素直。もう、うん。切れ角もあってスピンしないし、あとタイヤのちょっとエア圧のバランスとかもいろいろ試して、いいところがいろいろと分かったので、それは道具としては、まあ、そこがいいかな。なるほど。車はもうアクセル踏めば前に進むし、回転数ね、落としても下から結構きれいに切れる。なるほど、まあ、じゃ あの日光とまあちょっと YZ だ ちょっと車速が違って、まあギア比も変わってくるんだけど、まあ、ちょっとねその辺のね誤差もありながらのその日光を想定してどうなんですか？まあ、今日は追走の練習をいろいろとさせてもらったんですけど、奥が深いですね。何か、まあいろいろとやりたいこと、理想があって、自分ができることがあって、そこのね、溝まあまあ、要するに理想と、理想と現実の誤差自分が、ね、実際に自分が、ね、D1 だったりとか、フォーミュラー D とかを見てるの追走、あ、こういう追走かっこいいなとか点数取れてるなっていう自分の理想と、それを表現しようとする現実、まだ無理。そこがそもそもまだ無理。なんかこう届
てもがっかりする。まあ自分はね、まあまあできることやればいいんだけど、結局俺のさ車とこの車で多分馬力は多分30馬力から50馬力ぐらいあるのね、差が、差があるし、でこの車で言うともう2個仕様でしょ、これ多分2個持ってたらもっとね走らない車になっちゃうからきっとね、だから本当に追走の相手としたらちょっと走りにくい車だったかもしれないけどね、うん、その辺はちょっとこうあるものでまあトレーニングしたからまあ仕方ない。で、MG クラスって言ってもこのぐらいのパッケージの車ゴロゴロいるわけでしょ、うん、だから一番大事なポイントはやっぱり日光は最終コーナーすごく難しいわけ、なんだからその立ち上がり方っていうのにすごくあの追いつきたりとか、まあ、逃げれたりとかするから本当にまあ最終コーナーはすごく重要です。グリップやってたからその辺ってまあ得ないんじゃないの、まあ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 、自信ないの、いやまあついていけることが多いなっていう、うん、はい。まあ馬力が上がったことによって多分リアのグリップも上げれるわけじゃん、要するに旋回しながらアクセル踏んだらドリフトしやすくなってきます。だからそのグリップの限界っていうのもまあ見つけてもらって、単走側も早ければ良ければそのでグリップ上げていった方がいいんだけど、実際角度すげえな、動きすげえなっていうので評価が高いんだったら、やっぱりその例えばエアとちょっと高めにして振り出しやすくして角度で維持しながら走れるっていう、やっぱりグリップを高めちゃうとどうしても深いアングルでいくとパワー食われてこうどん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 小さくなったりとか戻ったりとかするっていう、やっぱり危ない場所があるわけだよね。だから審査員がどういうものを求めてるのかっていうのがすごく大事だから、早く走る、角度つけて走る、両方ともできるようにならないと、きっとあの余裕がない人たちに本番想定するから。目標。優勝したいですね。はっくり言っちゃった。あわよくば。まあでも車的にはその車的にはできるんでしょ、うん、できると。もう孝太郎先生もね、これね、もう勝てるっしょ、言ってると。あとこれなんですよ、うん、まあ追走だからこそそのあんまりこうねあの欲張らずにミスしないように、はい、目立ってしまって、はい、優勝を狙ってもらいたいと思います、はい、頑張ってください、頑張ってください、応援してほしいとね、はい、はい、はい、今日は以上となります。はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。なんか言ってた、大丈夫、お願いします、ありがとうございました、バイバイ。